こんにちは、柳原京子です。失礼します。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。あの今日はですね、皆さんに実はあの卒業スペシャルということで、卒業する前に全て水に流してもらおうということで、今回撮影中にあった失敗話とか、あとスタッフの皆さんや出演者の皆さんに謝りたいこととかごめんなさいっていうことをフリップに書いていただいて、全て水に流していただこうと思うんですけれども、いいですか？まだ言えないな。まだ言えない。流せないかもしれないしね。本当に言っちゃって本当にギクシャクするかもしれない。これから深いですね。皆さんのぜひ聞かせていただきたいんですけれども、はい、じゃあ小栗さんからお願いします。はい、結構普通に遅刻。遅刻？お前それダメだろ。どういう時間差がありました。どういうことですか？あの朝が弱いんで、はい、はい、あの大変あの AP の人たちに、はい、巨大なご迷惑をおかけしたので、ここでちょっと笑って流してもらいたいなと思って。遅刻ってことは収録現場にも皆さん集まられてて、はい、朝目が覚めたら一度入り時間だったっていう。すごい。どうされたんですかその時？その時は頑張っていきました。なんとか間に合いませんよね。松本さんをちょっとお待たせする感じ。あった。あった。あります。俺ね、本当ワンカットだったんですよ。はい、1時間半ぐらい待って。お前。水に流そうだから。本当ぶり返してるよこれ。それもう忘れてたのに。ね、全然忘れてました。はい、この場を借りて。はい。これは。へえ、あ、そうだったんですか。あったね、そんなことも。はい。そしたら続いては成宮さんお願いします。これですか？はい、これはもうリップ。俺松本君と同じリップを使っていて、はい、それであの家に忘れてきたりとかよくするんですよ。はい、でいつも置いてあるので、はい、使わせてもらってます。ちょっと待ってよ。待ってますか？いや、あの、すいませんでした。これもね、水に流していいから。なんでこういう時に言うの？普通に言えよ。気が流せるよね。気が行こう思ってばっかり。そうだよ。言えよ。そうだよ。知らない間に。こういう場を借りて言えると卑怯だな。あんまり言えないじゃん。はい、それでは続いてアキさんお願いします。はい、これ全部そのまま書いちゃったんですけど、はい、まあロケ弁を、はい、自分やっぱ1個で足りないんで、はい、2つとかもう多い時3つが食べちゃうんですよ。本当ですか？そういう時もう1回か2回か黙って食べちゃって、スタッフの人断りなく、はい、そしたら俺今日食べれなかったんだよっていう人がいました。次は言いました。はい、ごめんなさい。それはちょっとスタッフの方ブルーですよね。お弁当足りないのは。まずいんじゃないの？2つも食べたんですか？2つか、そうですね。普段もそれぐらい食べられるんですか？今日も食べました。これってないじゃない。今日はちゃんと断って食べたの。ちゃんと断ってた、はい、でもこの間は走るシーンの前に食べ過ぎてちょっと吐きそうになった。そうだったんですか。スタッフの方にじゃあ、はい、すいませんでした。それでは続いて生瀬さんお願いします。はい、私はあの、はい、沢村さんごめんなさいと。なるほど。これね、沢村くんのセリフの時に、うん、あのずっとプレッシャーかけて喋れなくなった事件があったじゃないですか。え、どんなプレッシャー？ちょっとあの一度あのリハーサルの時に噛んだんで、はい、それをずっともうもう本当にダメになるぐらい言ったんだ。へこむぐらい。そう、へこむぐらい。嫌がらせですよね。そう、そしたら、はい、佐野さんできるんだけど、はい、俺がそこでまたニヤニヤ、まあ、カメラがこっちから撮ってる時だったんで、はい、俺がこんな顔してたんで、佐野さん症状読むの間違ったもんね。ここに書いてあるのに、書いてるのをカッとかってなって、沢村さんごめんなさいでした。すみません。長間さん、わかりました。それではじゃあ中間さんお願いします。私ですか。私はあんまり、はい、熊の親父さんに
ごめんねっていう。あ、これはどういうことですか。熊の親父さんが亡くなったじゃないですか、あの劇中。武坂さん、はい、亡くなって、こうこの南いないけど5人がこう熊が自暴自棄になってね、はい、自分の店をほっぱらかしにして何もしないでいるのに、はい、5人が一生懸命それを手伝って熊の帰りを待ってる、はい、で私が一生懸命熊を連れてきて、はい、見ろよ熊、みんな何汗水さらして頑張ってるじゃないか、お前の親父さんだってな、うん、ちょっといいシーンなんですよ、はい、眠くて全然覚えてないんですよすごく眠くて、はい、ごめんね。で、まあ一応熊の親父さんにも謝っとこうかな。そんな大事なシーンなのに睡魔が訪れてしまったんですか。でも仲間さんだったら全然 OK です、ごめんなさい。OK です、はい。それでは最後松本さんお願いします。はい。本当にすいません。チョコレート？はい。何ですか？本当に申し訳ないなと思うんですけど。はい。怒らないでくださいね。はい、先に言ってきます。怒らないでください。とある方に、はい、バレンタインで収録だったんですよ、はい、あ、チョコレートをいただきまして、はい、なんかヤンチョコって書いてあったんですけど、はい、まあ誰か分かっちゃいました、ヤンチョコって書いてあるチョコレートがあったんですけど、あのそれをいただきまして、はい、あ、嬉しいなと思って撮っていたんですよ、はい、それがですね、先日、ヒーターをガンガンに焚いてる車の中から出てきまして非常にもう形が型崩れしてまして、無残な形で、ええ、なんで、はい、即座に捨てたのかちょっと待ってよ、いどう、私がもうね頑張って用意したんですよ、時間がない中探しながら、ちょうどその日サンディのクラスの撮影があって、はい、サンディ全員とスタッフにも当たるように、はい、数も100ぐらい揃えて、ヤンチョコっていうのを作ったんですよ、で、ヤンクミの絵が描いてある、ハッピーバレンタインみたいなことが描いてあるものを上にかぶせて、はい、手書きででも一生懸命一つ一つバレンタインおめでとうって全部書いて、はい、みんなに配ったんですよ。そんな、あれ美味しかったなちゃんとダルミエさんは食べられたんですか。もう全部いただきました。っていうかバレンタインおめでとうってのもおかしいよ聞いてりゃ、おめでとうじゃないでしょ、あれは何ですか。バレンタインって告白でしょ、あれは。でもほら告白する中でも ないのでみんなほらサンディとスタッフの皆さんにお疲れ様、でもバレンタインっていうお祭りに行事を、まあみんな俺が絡むこともないんだけどね、ジュン君のやったことを責めなきゃいけないんだけどね。どう、うん、失礼じゃない。本当だよ、本当だ。そうですね、本当失礼だと思ってます、うん、俺もらってないよ、ちなみに。あ、そうなんですか。それはちょっときついですね、今まで ね本当に今ちょっとカチンときたよ、うん、もらってないよ、ね、おじさんは対象外だもん。だいたい水に流れないことばっかりどうしてもありがとうございます。全然